山野桜デジタルです。こんにちは。ソフトバンクエントリースマホの紹介です。今回はソフトバンクの安心ファミリースマホ、こちらを紹介していきます。このネーミングからしてそれなりのスペックのスマホって思われがちなんですけど、実はこのネーミングとは全く違ってですね、 Y モバイルで言うとリベロ 5G3、4 と同じぐらいのスペックを持った隠れた名機じゃないかと思われるスマホだと。こちら値段がですね1万円前半の価格で中古未商品で購入ができました。メーカーも ZTE 社になってます。そのすごい機能なんですけれども、まず画面がですね有機EL でフル HD プラスで、さらに画面内認証ということで、ほぼミドルクラスに近いものになってます。でカメラがメインがですね5000万画素でツリーカメラ方式を撮ってます。でかつお財布携帯も対応していると。この名前から想像できないような高機能、もうほぼミドルクラスのものになってます。性能に関しては SOC がですねディメンシティ700ということで、これもリベロ 5G3、4 と全く同じのものを搭載しています。性能が高い、コスパの良い名機かもしれません。今回ですねこの OPPO Reno 11A、これミドルクラスなんですけど、こちらと性能や機能を比較していきます。 OPPO Reno 11A は SOC がディメンシティ7050で、こちらのディメンシティ700とは違うんですけれども、比較してかなり大きな差があるというわけではないと思いますので、比較の対象とします。あと画面が有機 EL で、やはり画面内認証というところも一緒で、画面サイズも 6.7 インチ同じぐらいのサイズということで、比較対象としていきたいと思います。それではこれを開けてですね機能性能を見ていきます。それでは開封していきます。こちらはですね中古未使用品で購入しましたので、こんな感じで剥き出しで入ってます。あと封がされておりませんでした。まあ、実際キャリアモデルだと封は解かれてるケースが多いので、まあ、こちらももともと封がされてないのかもしれません。通常ですと紙ですとかビニールでこう包まれてるんですけど、それもされてないです。剥き出しの状態で入ってました。で一応未使用品ということになってるんですけど、綺麗な状態です。カメラもツリーカメラ方式で、これ ZTE なので、Y モバイルのリベロ 5G4 と同じような感じなんですが、カメラのレンズの外側にこの大きな円形のガラスがあります。並びがリベロ 5G と違うのが、この2つがですね、縦に並んでるのがリベロで、フラッシュライトがこの円形の中にもう入ってるような、若干リベロ 5G とは違うようなカメラのレイアウトになってます。ここにお財布携帯のセンサーがあるような質感なんですけど、触った感じ、マットな感じで、若干ザラザラ感があるような、光の当たり方で色が変わるような、そういった塗装がされておりまして、高級感があります。中古未使用品1万円前半で買えるようなスマホじゃないような、高級感のある塗装がされてます。エッジが立っていて、で、側面はメタリックな塗装がされてる。そんな感じのスマホになってます。で、これラベンダーですね、色が。次に付属品を見ていきたいと思います。これが付属品になります。ケースが付いております。このケース面白いのが、カードがこう入るようになってますね。こんな感じで。昔ですと、モトローラとか、オポもそうだったんですけど、こういったケースが付いてたんですけど、今はもうケースが付いてないので、嬉しいですね。であと、こちら、マニュアルですね。これが、添付品の一覧と、注意事項がこう書かれてます。これが、SIM トレイ。これ SD カードも内蔵できる SIM トレイになってます。こちら、デュアル SIM の対応なんですけれども、この SIM トレイ見ると物理 SIM1 枚で、もう一つは eSIM 対応で、デュアル SIM の構成をしているということになってるようです。あと、クイックスタートガイド。Android の説明。各ボタンスイッチ類の説明と、あとカメラの説明になってます。こんな感じです。やっぱ安心ファミリースマホというだけあって、クイックスタートガイドも分かりやすく書かれてますね。あとこちらがなんかおすすめサービス等々の書かれてるものです。もう一つ忘れてました。これが SIM ピンですね。添付品は5点になります。それでは本体もう一回見ていきます。スイッチ類なんですけど、こちらが、これがボリュームで、これが電源スイッチ。そしてこちらがスピーカーで、これが USB Type-C のポート。で、これがマイク。こちらは、ここに SD カードと SIM のトレイがありまして、で、上は特にないですね。ここはサブマイクになってるようです。SIM トレイを見ていきます。SIM トレイはこんな感じですね。ここに追 SIM が入って、こちらにマイクロ SD カードが入る。そういった構成です。普通のオーソドックスな SIM トレイになってます。デュアル SIM 対応で、もう一個は eSIM で対応しているようです。であと、カメラに関しましては、こちらが5000万カメラになってまして、これが深度カメラ200万画素。であと、マクロカメラ200万画素。で、ここにフラッシュライトがあるという構成になってます。インカメラは800万画素になってます。メモリーがこちら 4GB。バイトで、内部ストレージが 128GB ということで、内部ストレージは 128GB ありますので十分かなと思われます。メインメモリーの 4GB は少なめなのでちょっと気がかりです。それでは重さを調べていきたいと思います。でまず今回紹介しております安心ファミリースマホになります。これ 183g です。
今回比較対象の OPPO Reno11A なんですが、これ 178g ということで、ほぼ同じですね。サイズ感を見ていきたいと思います。こちらが今回紹介しております、安心ファミリースマホになります。で、こちらが、OPPO Reno11A なんですけど、同じ 6.7 インチサイズが5ミリぐらいですかね。こちらの安心ファミリースマホの方が、長さは大きいです。で、幅に関しては、これも若干ですが、安心ファミリースマホの方が幅があります。で、厚みに関しては、この通り、ほぼほぼ一緒ですが、こちら上の方、安心ファミリースマホの方が若干ですね、厚みがあるような気がいたします。カメラの出っ張りに関しては、こちらの OPPO Reno11A の方は2段階で出っ張りがあるんですけど、これトータルで見ると、こちら安心ファミリースマホは1段階の出っ張りなんで、大体同じぐらいの出っ張りかなと思います。安心ファミリースマホの方が、一気にカメラのガラス部分が立ち上がってるので、厚みがあるように感じてしまいます。このようにフィルムを貼りました。飛行丈のフィルムになります。今回貼りましたフィルムはこちらになります。裏は PDA 工房さんのフィルムになります。それではこの後電源を入れて初期設定をしていきます。はい、着きました。安心ファミリースマホ出てます。こちらソフトバンクから出ているスマホになります。ZT 社のスマホですので、MyOS というふうに出てます。Powered by ZT って書かれてますね。さすがにソフトバンクキャリアから出てるので、日本語からスタートしてます。開始。これ、モバイルネットワークへの接続っていうのはこれスキップです。で、次に Wi-Fi の接続になります。Wi-Fi の設定ができました。今、スマートフォンの設定中になってます。安心ファミリースマホっていう名前なんですけど、まあ、特に型番とかはなくて、まあ、多分あると思うんですけど、こんな感じ型番が大きく出てはないですね。ZT から出ているもので、多分 Y モバイルのリベロ 5G3 に近いものだと思います。画面が有機 EL なので、リベロ 5G4 でまた画面が有機 EL じゃなくなったんですよね。だから3が近いスマホなのかなと思います。これはコピーしない。この後 Google ID の設定になります。Google ID の設定が完了しました。アカウント情報を取得しております。で、この後、顔認証、指紋認証の設定ができるようになってます。で、まず指紋認証の設定からいきます。で、ここから指紋の登録をしていきます。右手の人差し指でいきます。今、登録をしております。フィルム貼った上からやってます。これで指紋の登録ができました。顔認証のための顔の登録もできるみたいです。他のものですと顔認証か指紋認証どちらかが初期設定の中で設定して、で、初期設定終わった後にまたどちらかをやらなきゃいけないってケースが割と多かったと思うんですけど、これは両方同時に初期設定の中でできるのはとてもいいですね。で、すぐ作成する。それではいきます。はい。早く設定ができました。顔認証の顔の登録も終わりました。次はですね、あ、これいいですね。3ボタンがジェスチャーかって選べるのがとてもいいです。他の機種ですと3ボタンがデフォルトになっていて、初期設定の中では選べないんですけど、これは選べるんでとても嬉しいです。カラーはアシスタント系です。これはもう全部スキップでいきます。スキップ。なかなかいいですね。設定の項目が自分の感覚通りに似てるので、とても嬉しいですね。最後の設定になっています。で、この設定を家へ押せば、初期画面に行くと思います。始めよう。綺麗ですね。風船がテーマのようです。悪くないですね。これいいんじゃないですか。で、ちょっと気になるのはこのベゼルが太いかなと思います。有機 EL なので、できたらこれ他の機種と同じようにベゼルを細くして欲しかったですね。下側がちょっと太いかなって気はします。よくありがちなエントリースマホだと下のベゼルが太いんですけど、これはまあまあそこまでひどくはないです。有機 EL なので、とても綺麗な画面になってます。それでは、指紋認証と顔認証の性能を見ていきたいと思います。指紋認証からいきます。ちょっとワンクッション置くかなって感じしますが、まあ、悪くはないですね。ちょっとタイムラグがありますが、普段使いで大きな支障になるほどのことではないです。次は顔認証いきますね。こんな感じです。悪くはないです。顔認証もやっぱワンクッション置くような感じで、すぐにパッと画面が開くような感じではないです。ということで、指紋認証、顔認証ともに普段使いでは特に問題になりそうな性能ではなさそうです。以上です。それでは各種ベンチマークを行っていきます。まずはジークベンチ6で CPU 性能を見ていきたいと思います。こちらが安心ファミリースマホで、SOC がディメンシティ700になります。で、こちらが OPPO Reno 11A で、SOC がディメンシティ7050になります。それでは、いきます。と。多分、こちら、ディメンシティ7050を搭載する OPPO Reno 11A の方が、新しい SOC なので、早いのではないかと思います。で、多分、ディメンシティ700は今、リネームされて、ディメンシティ6000シリーズになってるようなことをどっかで記事見たと思います。ですので、ナンバー的には、やはり7000シリーズのこちらです。OPPO Reno 11A の方が早いのかなと思われます。あ、こっち 6% で、
やはり進捗率は早いです。こちらのポポリの 11A の方が途中経過です。安心ファミリースマホは 48% 進捗率で、ポポリの 11A が 63% ということで、やはりこちらのポポリの 11A のディメンシティ7050の方が早いのは確かです。ただこちらも安心ファミリースマホのディメンシティ700もかなり検討してはおります。これで1万円ちょっと超えるぐらいの価格で中古未使用品ですけれども買えるっていうのは本当安いと思います。かなりコスパは高いじゃないかなと思います。そろそろポポリの 11A が終わりそうです。 100% になりました。ポポリの 11A のディメンシティ7050のシングルコアスコアが894、マルチコアスコアが2340という結果になりました。ポポリの 11A が終わった時に、だいたいこちらの安心ファミリースマホは 80% ぐらいだったので、2割ぐらいの性能差という感じです。 100% になりました。安心ファミリースマホのコアなんですけれども、シングルコアスコアが643、マルチコアスコアが1932ということで、マルチコアスコアに関して安心ファミリースマホはポポリの 11A よりもだいたい400ぐらいスコアが低いという結果になりました。次に GPU 性能を見るために 3D マークのワイルドライフを行っていきます。左側が安心ファミリースマホでディメンシティ700になります。こちら右側がオッポリの 11A でディメンシティ7050になります。両方ともフル HD プラス有機 EL で同じです。で 6.7 インチ画面サイズ。さらにメインメモリに関しては、安心ファミリースマホに関しては 4GB で、オッポリの 11A は 8GB と差があるんですけど、それではいきますと、最初の読み込みはどちらが早いか、いつも関心があるところなんですけど、ポポリの 11A の方が早そうですね。やはりこちらの方が早かったです。画面の角つきも安心スマホの方が大きいですね。向きを変えます。 FPS を見ると10ぐらいの差があります。これ見て明らかなんですけど、角つきは安心ファミリースマホの方がカクカクしてるのがわかると思います。これはスコア差が出そうな気がします。でも1万円ちょっと超えるぐらいの価格で、かつ有機 EL でフル HD プラスというスペックであれば、まあ十分かなって気がしますね。終わりました。結果です。こちら安心ファミリースマホはスコアが1201、オッポリの 11A がスコアが2244ということで、安心ファミリースマホの方が1000ぐらい低いという結果になりました。以上です。安心ファミリースマホのワイドバインを確認していきます。 ZTE-A303ZT っていうのが安心ファミリースマホの型番になるようです。メディアテックディメンシティ700で Android 13ということになってます。ワイドバインのセキュリティレベルなんですけど、こちらにある通り L3 になってました。ちょっとこれ残念です。 L1 だったら HD の解像度で Amazon プライムなどの動画が見れるんですけれども、これだと高解像度での鑑賞はできないということになります。ここはちょっと残念な点です。やはりエントリースマホなので、こういった部分は仕方ないのかなっていう気はいたします。カメラ機能です。まず 1080p 手ブレ補正モードの動画です。手ブレ補正状況を見ていただければと思います。また色味も見ていただければと思います。次は写真です。1倍、最大望遠10倍、ポートレート、マクロになります。まとめになります。いかがでしたでしょうか。ネーミングとは違って機能と性能が高いエントリースマホだと思います。特に有機 EL でフル HD プラス、さらに画面内指紋認証があり、ほぼミドルスマホです。以前紹介しましたマイモバイルの ZTE リベロ 5G とほぼ同じスペックで、隠れた名機かもしれません。ただワイドバイン L3 だったことが残念です。いかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今後もガジェット体験動画をアップしていきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。評価、コメントをいただければ幸いです。また次の動画でお会いしましょう。